水中でもね、先ほど話ありましたけども、口をパパッと開けるとね、お魚さんがね、口の中を通してくれますのでね、カバさんとても口の中を触ってもらうの大好きなんですね。
ご飯食べてるよ。はい。それでね、先ほどね、カバさんお菓子は食べませんと言いましたけどもね、ご飯は何を食べてるか知ってますか。みんな分かる人、何食べてるんだろう。分かる人いますか。コーン、トウモロコシ。あ、トウモロコシもね、バジッタエサを食べることありますね。はい、当たってましたね、はい、ありがとう。カバさんはね、草食動物。草ですね、そうですね、草を食べる動物ですね。そう、はい、だいたいね、草とかね、そういったあの干し草とか、あと生の青草、あとヘイキューブって言いましてね、こうやってね、とても硬いね、草のおにぎりみたいな、そういったものも与えますね。今ちょっとウーマさんがポイッとお口の中にいっぱい入れてあげてるのはそうですか。こんな小さなつぶつぶなんですよ。すごい、はい、これはね、カバフードみたいな。こっちの持ってきたもんね。お家でね、犬とか猫とか取ったら、キャットフードとかドッグフードありますよね。ああやってあの栄養がぎっしり詰まったカバさんとか、草を食べる動物に作られ、種に作られたね、草食動物のペレット、これが大好物なんですね。あの口を開けて賢くしていったら、ご褒美にこういうペレットを与えます。はい、賢いですね、哲夫君ね。はい、これね、ちょうどこっちね、今ね、ノコギリ見えましたかね。口を開けて、もう一回ぐらい多分映ると思うんですよ。口を開けてちょっとだけ行ったら、やっぱりちょっと響くのでね、嫌がったりします。痛みはね、ないんですけどね、ギコギコという音がね、響くのでね、ちょっと嫌がったりしますね。ちょっとずつ切ってね、最後のポップを加えちゃうんですけどもね、こうやって長さの調整をしています。おかげさま、年に何回ぐらいそれを行うんですか。あの若い時、ちょっと若い時はね、年に1回必ず切ってましたけどね、だん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 ね、哲夫君もね、あの年を取ってきて大人になったのでね、伸びるスピードが遅くなったので、今は数3年か4年に1回ぐらいの時です。本当にお利口さんですね。はい、そろそろね、哲夫君もね、陸に上がってご飯を食べる時間になってきましたね。そろそろ哲夫君、陸に上がって食べるところもね、見れるんじゃないかなと思います。すごいですね。哲夫君ね、顔だけでね、200キロあります。顔だけでですか。顔だけで200キロあります。みんな髪がこれぐらいの歯が、奥歯がね、これが抜けてるのが